大祓い。大祓い、大祓え、大祓いは、日本の神道儀式の払いの一つ。払いは浄化の儀式として、宮中や神社で日常的に行われるが、特に天下万民の罪へを払うという意味で大祓いと、いう。一年のうち、毎年6月と12月の開日、新歴では6月30日と12月31日に行われるものを恒例とするが、 天皇即位の最初の新滑祭りである、大城祭の前後や、溝有の薬病の流行西宮西院の牧場、災害の襲来などでも臨時に取り行うことがあった。中富の払いとも言われる。大払いの所見は、古事記、中愛天皇の段にある、さらに国の大八助、おほぬさを取りて、生、生きわに、逆、酒わぎ、あはなち、溝海、溝梅。 クソヘ、ウエツーカツーコン、親子だハケ、ウマタワケ、ウシタワケ、鳥タワケ、犬タワケの罪の類を主主級、まぎて、国の大払い指定を指すとされる。これら払うべき者たちを、天つつみ、国つつみと言い,い、世俗的な罪とは異なり、払いき読めるには普通の払い意識で用いる短文の、払い言葉、払い言葉、ノリとではなく、長文の大払い言葉を創上、あるいは乗り下して浄化する。 大払い言葉には、地上で国の人間が犯す罪が、主体の国包つつよりも濃厚に関する観光を破ることが、主体の天包つつの方先に列挙しており、古代では、こちらの方が共同体秩序を乱す大罪と考えていたことが、伺える。大払い言葉の内容は、もともとは6月と12月で内容が異なっていたが、演技式に6月つごもり大払い、 12月この順と、あり、6月のものが残ったとされる。現在は、神職が神へ創上する形をとっているが、演技式に残された内容からは、本来は参集者に向かって、のりとをよく聞けと呼びかけこれに、王と称ただ、衣装して、答えるのに始まり、天孫降臨からの日本神は、罪への種類の列挙、そしてその払い方と、その後払え戸大臣によりどのように罪へが消えていくかを、 言い聞かせる内容となっていた。このように、大払いは、これらすでに起きてしまった最悪をリセットして、今後の国体の陳述を図る意味のほか、共同体の構成員に、全員の参加を義務付けて宣言する本来の形式が、推定されることから、上位の政権による、近畿を犯してはならないという法を広く知らしめて、遵守させる側面があったと考えられる。現在は、 大正三年、1914年に、当時の内務省の選定による神話や障害者に、対する、差別的な表現内容を含む点包つつみ、国包つつみの列挙の部分が、大幅に省略されたおのりとが創造される。これは、中富のサイモンとも言われ、現在の大払い言葉はこれを一部改定したものに、なっている。701年、大法元年の大法律令によって、 正式な宮中の年中行事に、その思考最速は、演儀式に定められた。この上代の頃の儀式の様子は、儀式、北山省、後家次第などの文書で知ることができ。また、日本初期に、天武天皇5年8月、全国の国の宮津子や軍事から馬、布、麻などの払い物を出させて、大会場を行ったとする記事が見える。現在の大払いは、 養老律令によるものだが、人義礼によれば、毎年の6月と12月の晦かに、中富が払いの朝、ぬさを、東西、山とか、ワッの文部、ふびとべが払いの刀、立ち、罪へを談義を立て祭り、払い所にて、中富のが、百貫の男女に、大払い言葉を乗り下し、裏部が解除、払いをしていた。この、払い所とは多くは、 須ざ門であり、須ざ門前の広場に新納、大御穂か宮古にいる官僚が集って、大払い言葉を読み上げ、国民の罪や穢れを払った。しかし、室町時代に起きた、応人の乱で、京都市街が荒廃すると、門前でのこのような儀式も廃絶してしまった。明治四年、1871年、明治天皇は、九中三殿建書の前提にて大払いを400年ぶりに、 復活させ、翌明治5年に、大上官布告を出して、大法律令以来の旧儀の再考を命じた。大払いは、大正、昭和、平成の大城祭に際しても取り行われた。それまで慣例として、皇室での大払いでは参列する皇室の範囲を、青年男子の振動に限っていた。平成26年、2014年6月10日、宮内庁より、 男性皇族が実質少なくなったことを理由に、以降の大払いへの参加を青年女性の皇族にまで範囲を広げると発表された。民間では、毎年の犯した罪や穢れを除き去るための女裁行事として定着した。6月のものを、名護市の払い、名護市の払い、名護市の払え、または、夏払い、名市神事、6月払いなどとも呼ばれ、12月のものを、 年越しの払いと呼んでいる。周囲は歌集に、大知らず、読み人知らずとして、水月の名越しの払いする人は、千歳の命の太い、うふなりという歌にも見える。夏に虚構される意味として、衣服を毎日洗濯する習慣や自由に使える水が、少なかった、時代、半年に一度、雑菌の繁殖しやすい夏を前に新しいものに変える、ことで、 残りの半年を薬病を予防して健康に過ごすようにする意味があったのではと考えられている。またこの時期は多くの地域で梅雨の時期にあたり、祭礼が終わると梅雨明けから猛暑とひでりを得ることになるが、この過酷な時期を乗り越えるための今しめでもあった。応人の乱で宮中行事として廃絶した以降は、神仏集合の影響で民間でも行われることはほとんどなくなった。 元六四年、千六百九十一年に再考された、もののない秘書や一部の神社に限り、名護市神事、六月払いと呼ばれて、形式的な神事のみが伝わるだけだったなど、わずかしか取り行われていなかった。千八百七十一年、明治四年の大上官府国では、名護市神事、六月払いの故障禁止をして、大払いの復活が先ぜられた。 これにより神仏分離が行われた全国の神社でも、毎年の大払いが行われるようになった。戦後になると、名護市神事、六月払いの故障も一部では復活し、現在に至っている。名護市の払いでは、多くの神社で、地の枠ぐりが行われる。山道の鳥居や笹の葉を立てて、締め縄を張った、結界内に茅で編んだ、直径数メートルほどの輪を立て、ここを、 氏子が、正面から最初に左回り、次に、右回りと八字を描いて、計算下へくぐることで、半年間に溜まった病と汚れを落とし、残りの半年を無事に過ごせることを願うというものである。かつては、血の輪の小さいものを腰につけたり首にかけたとされる。これは、尺日本紀一分の、ビンゴ国風土記に記されている、駅キ国。 スサノオの神社の祖民将来伝説に由来するもので、武闘神の指示により血の輪を腰につけたところ最悪から、免れ、武闘神は自らを即スサオスと名乗り去っていったと書かれている。多くの神社で祭神としているスサノオと集合している、例が多数見られる。なお、血の輪の蚊や、お引き抜き持ち帰って、お守りとする俗信がある。しかし、 本来は地の輪をくぐった人たちの罪やけがで、最悪が茅に移されており、蚊帳を持ち帰ることは他人の最悪を自宅に持ちることになるので、地の輪の蚊帳を抜いて持ち帰るのは避けるべきであると今占めている。地の輪に独特の形式を施しているところがある。奈良県の大宮神社では、地の輪は榊、杉、松を掲げた三連になっており、回り方も他の神社とは異なり、 杉野は松のは杉野は木の輪の順にくぐる。出雲大社の血の輪は、霊形ではなく、雄が倒している。これを神職が両手で持ち、三景者は縄跳びをするように飛び越える。茅をまたぐと同時に、両肩にかついた茅を落とす。もともとはノリにある東文のの海木部根知事主に由来する。仁義礼儀家によれば、ボ六月。 十二月の溝下の大祓いには、中富野は、溝木屋さを登れ、東西の門部は、祓い刀を登り、祓い言葉を読め、きつりなば、百貫男女を祓い所に集めしゅえて、中富野は祓い言葉を乗り、浦部は、会場をなせよとある。大祓いの前に大和と河内の踏部が代理へ散大し、天皇に祓い刀と人形を立て祭って、のりとを創上し、天皇は、自分の息を吹きかけて、 自身の災下を映し付ける。後に、恩明道でも図素に用いた。現在では、神社から配られた人形台に息を吹きかけ、また体の調子の悪いところを撫でて、このようなものを撫で物という汚れを移した後に川や海に流す、ということが行われている。この、流す行為は、後に、願掛けと結びつき、同時期に行われる七夕祭りと結びついて、 短冊を流すことがある。一部に、人形台や短冊、笹竹を炊き上げるということが行われるが、これは、どんと焼きや密教に由来する行事であり、神仏集合で混用されたと考えられる。六月の大払いに合わせ、独自の風習が備わるところがある。京都では、名護芝払いに、みなずきという和菓子を食べる習慣がある。水なきは、白のウイロー生地にあずきを乗せ、 三角形に包丁された歌詞である。水月の上部にある小きは悪霊払いの意味があり、三角の形は初期を払う氷を表していると言われている。2015年になってから、名越ご飯という行事食を広める動きが出てきた。夏野菜の丸いかき揚げを雑穀米に乗せたかき揚げ丼である。公益社団法人、米国安定供給確保支援機構が提唱した。 高知県下では、名護師払いのことを、わ抜け様と呼んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。